こんばんは、金美館通りの藤村です。今日はホストのバースデーはちょっと笑えちゃうというお話をしたいと思います。まずホストにとって一番重要ともいえる年に一度の一大イベントのバースデーですが、全員が全員自分のイベントができるっていうわけではありません。イベントにしてしまうと、その日の営業はそのホストが主役になるので、売り上げのないホストのバースデーイベントをしても仕方がないですからね。売り上げがないホストの場合、通常の営業日に、実は今日は何々くんの誕生日ですという感じでアナウンスをして、女の子に祝ってもらうためにね、シャンパンを煽るっていうことはありますが、これはバースデーイベントとは言わないです。基本的に最低でもタワーの予定があるかどうか、これがある程度大きなお店でのイベントを組めるかどうかの目安になります。ですからホストは誕生日の半年ほど前からずっと必死にバースデーでタワーをしてくれる女の子を探したり育てたりお願いしたりしています。ある程度ホストをしているのに誕生日にイベントも打てないというのはちょっとね、恥ずかしくて肩身が狭いものみたいですね。正直このタワーの予定、つまりエースの予定に合わせてイベントの予定を組むことになるので、実際の誕生日は6月だけど、エースの女の子が6月じゃお金が間に合わないから9月にしてほしいと言えば、6月に誕生日なのにイベントは9月ということになったりすることも結構あります。ただ実際の6月の誕生日当日にもイベントじゃなかったとしても祝ってほしいというアピールはしてくるので、不思議なんですが歌舞伎町にはリアバという言葉が存在します。リアルなバースデーとイベントとしてのバースデーの2つあるということですね。もう小学生でもないのにそんなに誕生日を大事に祝ってどうするんだという感じもするんですが、イベント当日となるとこれがまたすごいです。イベント名が生誕祭とか銘打たれたりしてるんですよ。生誕祭って言って祝ってるのって世界中でもイエス・キリストとホストくらいじゃないでしょうか。さらにシャンパンタワーは台座を花で豪華に飾り付けしてあったりして、まあこの花代ももちろんエースが払ってるんですが、店内の装飾もなんか特別な内装がしてあって、天井から垂れ下げられた布がブラックライトで照らされてたり、パイプオルガンの音とともに荘厳なビジュアル系みたいな曲が流れたりして、まあほんとなんかちょっと宗教儀式っぽい雰囲気なんですよね。で、さらにタワーが組まれてるのにタワーの子が当日お店に来ない、それ以降連絡もつかないという、タワーの売りかけを飛ばれるっていうよりもある意味きつい、タワー自体飛ばれるっていうのも見たことあるんですが、もうね、豪華に組まれた空っぽのタワーを前に主役のホストは当日ずっとお通夜みたいな顔してました。まあこういうのって他人事だと本当は面白いですよね。まあこんな感じで旗から見るとちょっと突っ込みどころの多いホストのバースデーなんですが、藤村さんもね、何度かタワーしたりして実際かなり楽しかったです。こんな風にお客様に対して自分の誕生日をひたすらアピールしているホストですから、女の子の誕生日もかなり特別扱いして大事にはしてくれるんですね。ですから歌舞伎町から離れて普通のお昼の人間関係ができた時に、誕生日当日に普通に仕事して普通の日常を送ってる人が多いということに藤村さんカルチャーショックを受けました。でもそんな藤村さんも今ではすっかり普通に生活しているので、去年の誕生日は当日に思い出しもせずに気がついたら終わってました。はい、皆さん、藤村さんの誕生日は7月17日です。大事なことなのでもう一度言いますね。7月17日です。それでは今日はこの辺でお上がりなさいませ。